カンギュラプトルは、白亜紀初期に生息していた小型肉食恐竜、チェインジーラプターヤンギ一種からなる、羽毛恐竜の一種である。俗名の由来は中国語の長バとラテン語のラプター、強奪者、略奪者である。種小名は、ヤンヤンドングシエの懸名である。中国語では、洋子町は、東流である。白亜紀初期にあたる1億2500万年前に生息していた。 長さ1 3 2トル、生体の重さは約4ラムと推定される。四肢に翼がついており、これまで見つかった4、翼を持つ恐竜で最大である。オハの長さは約3 0トルで、翼を持つ小型恐竜では最長である。発見したグループは、長いオハは飛行中に減速して着地するのに役立ったと考えており、 これは地上にいる餌を捕らえるために重要だったとされている。化石の年代は、ヒソチョウより新しいが、遼寧省では、ヒソチョウより古い四翼恐竜の化石が見つかっており、四翼恐竜から鳥類が進化したという考えが有力である。2014年7月15日、中華人民共和国渤海大学のハンツヨシや、アメリカ合衆国ロサンゼルス軍立自然史博物館。 などのチームが、中華人民共和国領年賞だてまさ県の1億2500万年、前の地層から発見し、親属新種の恐竜として、イギリス科学誌、ネイチャーコミュニケーションズに発表した。全身の骨格がほぼ残っていた。ありがとうございます。